皆さんこんにちは、アコイストアートディレクターの内海真澄です。今回は春の訪れを感じられる桜の花びらをアートしていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに E175S ボイセンベリーキャンディーを一度塗りして硬化していきます。こちらが一度塗りした状態になってます。次に使っていくジェルが ML01 マーカーズラインのシックホワイトなんですけれども、こちら普段コンテナから直接ジェルを取って使うんですが、今回は細かいアートをしていくのでパレットなどにスパチュラで少し出していただいて、それを使っていきます。花びらを描くのに使うメインのブラシがこちら、ポインテッドブラシとニードルライナー。2つのブラシの特徴としては、ポインテッドブラシ少し厚みがあるブラシで、ニードルライナーは名前の通り針のように細いブラシになっています。それでは早速パレットに出したホワイトのジェルにニードルライナーをなじませていきましょう。こちらをしっかりなじませておくことで線が途切れたりすることなく綺麗に描くことができます。桜の花は花びらが5枚セットになっていることがほとんどなんですけれども、5枚の花びらをバランスよく描くの結構難しいです。ですので最初にですね、花びらをどの位置に変えていくかというあたり、ガイドラインのようなものを先に変えておくことで、とても花びらのバランスよくお花をアートすることができます。まずお花の中心を決めたら、そこから5本の線をまず伸ばしていきます。1つ目が描けたら、もう1つ下側に2つ目も描いていきましょう。この線をガイドに花びらを5枚組み合わせていくので、特にこのラインをすごく細く描かなければとか、あとは少し滲んでしまったけどっていうことはあまり気にしなくて大丈夫です。はい、次はポインテッドブラシに先ほどのニードルライナーと同様、筆にジェルをなじませていきます。こちらもしっかりとなじませておくことで花びらを美しく描くことができます。ジェルをなじませたらブラシの先をきれいに細く整えておいてください。細く整えたブラシの先端から着地して、ぐっと少しずつ圧をかけてスッと離す。この花びらを左右で2枚組み合わせることで、先端が二股に分かれた花びらを描くことができます。花びらの左右の膨らみの差が気になる場合は上から描き足していただいて形を整えていきましょう。実際に当たりの上に1枚花びらを描いてみます。細く整えたブラシの先端から着地をして、ぐっと外側に圧をかけながら中心に向かってスッと離す。もう片方も先端を細く着地をしたら、ぐっと圧をかけて中心に向かって力をスッと逃がす。お花を描く時のポイントとして、中心の部分に少しスペースを空けておきましょう。後ほどカラーやおしべなどをこう描いていった時にスペースがないと、とってもバランスの悪い花になってしまうので気をつけましょう。まず1輪目がこんな感じの仕上がりになります。続いて2輪目も早速アートしていきましょう。爪のサイドや先端にかかる部分は少しこうカーブがきつくなって絵が崩れやすいですので、上から見た時にお花の形がどうなっているかなっていうのを確認しながら、少し花びらの大きさを左右にこう広げたり大きく描いてあげると、カーブにかかっているところはバランスよく描くことができます。次にドラマティックマグネットの15番ドラマティックグレープと
ハイパーマグネットを一緒に使っていきます。一度硬化した花びらの上に薄くドラマティックマグネットを塗っていただいて、少し削ぐように塗っていきます。しっかりと綺麗に薄く均一にワンカラーが塗れたら、マグネットを当てていきます。まずは上下左右からマグネットの粒子をしっかりと下から持ち上げるように立たせていきます。マグネットのデザイニングをする前にしっかりと粒子を立たせておくことで、強い光や綺麗な色を出してあげることができます。しっかりと粒子を立たせることができたら、そこからデザイニングをしていきましょう。今回は桜の花びらが風に散っているイメージでアートしていきたいので、少しカーブを描いたウェービーなラインを作っていきます。斜めからマグネットを差し込むように入れたら、ウェーブのラインが出るまでぐっとそこで静止します。ハイパーマグネットは磁力が強い分、ゆっくりと離してしまうとせっかく集めた粒子がキラキラっとちょっと散ってしまうんですね。なので、そうならないようにしっかりとラインを立たせることができたら、少し静止した後そのままパッと離します。そうすることでラインを崩さずにデザインを作ることができます。ライトで一度固めていきましょう。硬化をしたらアートクリアゼロを重ねていきます。こちらのゼロを塗って固めることで、下の桜と今から描いていく上の桜の間に層ができるので、花がこう重なって浮いたようなアートを作ることができます。こちらも一度塗りをできたら固めます。こちらを固めた後はカラーリングだったりアートがしやすい状態なんですけれども、未硬化ジェルが少しありますので、あまり時間をかけすぎてしまうと花びらがにじんでしまいます。なので軽くキッチンペーパーなどで拭ってあげると描きやすくなります。それでは先ほど同様、しっかりジェルをなじませたニードルライナーを使って上に描いていく桜の花の当たりを描いていきます。少しね、下の花にかぶる感じがいいかなと思います。お花の中心を決めたら、そこから5本ですね、中心から放射状にラインを入れていきます。最初にご説明した通り、このラインが少しにじんでしまったり少しかすれてしまったりしても大丈夫です。花びらを描くとこんな感じになります。こちらも一度固めていきましょう。で、隙間の部分が少し寂しいので、ポインテッドブラシを使ってハラハラとちょっと1枚2枚散ってしまった、そんな花びらを描き足していきたいと思います。こちらは少し風に乗ってねじれてるイメージなので、左右が少しアンバランスな花びらの方が動きがあっていいかなと思います。向きを同じ向きばかりに描かずに、左右だったり、下から上向きだったり、そんな感じで花びらの向きも変えてあげると動きが出ます。それでは硬化をしていきます。はい、お次に使っていくのが G285S ビートルーツグラスで、アンギュラーブラシやスクエアブラシの角に少し取ります。こちらお花の中心にポンと置いていただいて、回っていくようにポン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 と細かく叩きながら、中心に濃さを残しながら花びらに少しグラデーションを作っていきます。大きく回すのではなくて、少しずつ少しずつ回転していくのがポイントです。ポン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 と細かく回っていきます。もし色が薄い場合は同じ工程でジェルを継ぎ足してあげてください。では2輪目も中心にジェルを置いたら、小刻みに小刻みに回転をしていきます。小さく叩きながら少し
しずつ回っていく。そのままね、回っていくと向きが難しいので、ブラシの向きや叩く方向など少し変えながら、円形に回っていくようにしましょう。ただ筆の角はお花の中心からは外れないように注意をしてください。周りのですね、散っている花びらにも中心に色をつけていきます。もし筆にジェルが残っている場合は、残ったジェルをそのまま叩いていただいても結構ですし、濃くつけたい場合は、先ほどと同じように少しジェルを足してあげると濃くつけることができます。こんな感じです。では一度固めていきましょう。それでは今からお花の中心におしべの部分を描き足していきたいんですけれども、中心から放射状にしっかりなじませたニードルライナーをスタンプを押すようにホワイトのジェルで細いラインを足していきます。綺麗な放射状ではなくて、少し崩れたような放射状の方が少しリアルな感じが出て可愛いと思います。では2輪目も継ぎ足していきます。入れすぎるとピンクが消えてしまって真っ白になってしまうので、ラインを細くスタンプするということと、少しアンバランスに入れてあげるのがポイントです。ではこちらも固めていきます。固めたらおしべの先端の部分、小さなドットを同じくニードルライナーで打っていきましょう。お次に使用していくのがこちらの2色。桜の中心に緑を少し足していきます。たくさんではなく、ほんのね、少しで大丈夫です。そしておしべの周りですね、おしべの上と周りに少し黄色を薄く伸ばして色づけをしていきます。あまり濃く入れすぎないように気をつけてください。少量のジェルでもしっかりと発色します。では一度固めた後にウルトラグロッシーでアートをプルンと埋め込んでいきます。こちらはジェルに少しとろみがありますので、ホロだったりラメだったりっていうのも綺麗に埋め込むことができます。30秒しっかり固めた後、再びシックホワイトニードルライナーにしっかりなじませてお花の縁取りをしていきます。コーティングをするとどうしても絵の輪郭がぼやけてしまうところが出てくるので、シックホワイトを使ってハイライトを入れていきます。すべてのラインではないのですが、ところどころにこのハイライトを入れることで絵がすごく浮き立ったように見えます。下に描いた桜の花と上に描いた桜の花の明るさの差を出してあげることで、とっても奥行きのあるアートに仕上げることができます。周りの花びらのラインをかけたら、おしべの部分にも少し白いドットを打ってあげましょう。2輪目も少し点々点々と小さいドットを打ちます。続けてですね、周りの散っている花びらにもハイライトを入れてあげると、よりしっかりとした陰影を出すことができます。端っこのね、花びらも忘れずにラインを入れてあげてください。こちらのラインを入れ終わって1分しっかり固めたら完成となります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。春に大活躍の桜の奥行きアート、ぜひマスターしてサロンでも大活躍ですね。